プーコは、フィンランドの伝統的なフィンランド様式、スカンジナビア様式のナイフ。木工、釣り、料理などの道具として使われるほか、武器としても使われる。ハンティングナイフの一つ。プーコという語は英語に授業されつつある。伝統的なカバの柄を持つプーコ。プーコは、一般的なナイフである。片刃で、刃の方が反っており、峰側は平らである。このため、峰の方を、 手のひらや親指で押すことができる。削り方が釣り師や漁師の下ごしらえ用の小刀として使われる。いくつかのプーッコは上向きか下向きに曲がった特徴があり、どんな使用目的であるか次第である。仮用のプーッコの先端は大抵下の方に曲がっており、これはより皮を剥ぎやすく、簡単にさばきやすく、より獲物が汚れにくくする効果がある。 刃の部分部分は短く、大抵は柄と同じくらいの長さである。釣り仕様のものには、魚の腹綿を素早く処理できるように、小さいありずぎがあるものもある。大抵のブッコは、わずかなショルダーがあるがちょいるはない。人部が終わり、柄の始まる場所が、最も力が加えられる。大抵手が人部へ落ちるのを防止するツバがない。 しかし元来生きるための道具であり、つく武器として考えられていないため、それほど重要な問題ではない。魚や量の獲物の腹綿を取り除くといったようなナイフや手が濡れる可能性がある場合、つかぶに唾が掘られる。伝統的な長さのプーッコはおおよそ手のひらの幅ほどの大きさであり、90から120ミリメートル程度である。彫刻家、狩猟家、 川クシなどはより短い歯が有用とされ、縦串、大工、建設業者などは長い方がより有用である。野外生活者のサーミ人のナイフであるレウクは歯の長さが4 0 0、mm、トルほどあり、歴史的なバキプーッコはマチェテ・ヤスクラ・マサクスの探検より大きく5 0 0、mm、トルほどある。工場性、手製の両方がしばしば積層構造で作られている。 鋼の薄い層が2枚の軟金属の層に挟まれている。これにより、刃を砕けにくくし、研ぎの反復を容易にしている。19世紀以前、ほとんど全てのフィンランドの鉄は勝鉄っから木炭航路で作られていた。産出物はとても純度の高く、質の高い鉄で、ルツボ鉱に好都合なものであった。今日では、炭素鉱と特殊鉱の両方が使用されている。 鉄の品質改善によって、葉は軽く、強くなってきている。伝統的な柄の材料はカバの木である。その他なら、松、ま、ヘラジカやトナカイの角、の、ゲイシザイク、骨などが使われる。時にはいくつかの材料から作られている。しかし、現在の工業的に作られたプッコの場合、フィンランドや北スカンジナビアの多くの人は、自尊心をプッコの柄の彫刻につぎ込む。 世代を超えて、このナイフは、北欧文化と親密に結びつき、いくつかの方式が、多くの民族服の一部になっている。良いプークコは、芸術的表現力と道具の双方が等しい。作るためには、刀鍛冶だけでなく、彫刻家、宝石職人、デザイナー、鞘を作る革細工士など、多数の技能者が必要である。また、あなたが、 カバ樹皮を紡ぐ難しい技術を心得ているなら、それを使う機会にもなる。最も素晴らしいプーッコは、ダマスカス鋼の葉を持っており、気泡コを使って葉を鍛造することは、タイヤ職人の特徴と考えられていた。この広報は、ウーツ鋼を作る過程と同じく、1980年代、フィンランドで再発見され、いくつかのタイヤ職人は、ウーツ鋼からプーッコを作っている。 現代の湿子プーッコ。軍用にされている男性と女性用のプーッコに大きな違いはない。違いといえば、女性用のプーッコは大抵短く、鞘に飾りがあり、より調理用に合っている。ボーイスカウト、ガールスカウトともに、プーッコは手頃な道具として、彼らの活動のシンボルと考えられている。フィンランドでは、プレゼントや贈り物として良いプーッコをもらうことはとても、 名誉なことと考えられている。北欧では、プーッコは、日用ナイフであり、狩猟、釣り、庭仕事のために、倉庫で箱を開けるため、と至るところで使われる。現在多くの伝統的なプーッコは、手工業として、あるいはそれに近い規模で、多くの会社が製作している、マーキティニー社といいさっきジェビンピア医者が最も、有名である。武器として、使えるような、 鋭いものに関しては1977年からフィンランドで禁止されるようになった。以来、プーッコは公的な場所で見られることが少なくなり、家事、狩料、釣りなどに使用を制限されている。建築のような多くの産業では、プーッコはスウェーデンのモーラナイフと多様なコピー品に置き換えられていった。これらのナイフはプーッコに似ていたがより安く長持ちしないものであった。 モーラナイフのハンドルは大抵がプラスチックで、刃はステンレス効果、鋼を柔らかい鉄で挟んだ積層構造であった。フィンランドではこれらのナイフはいつしかプーッコと同じような意味を持つようになったが、大抵はプーッコと分けるためにモーラと呼ばれている。フィンランドにおいては一定の長さを超える刃物を許可なし、あるいは職業上の理由なしに、 公の場で持ち運ぶことは禁止されている。現在都市部でプーッコを持っている姿を一般的に見ることができるのは地元の守備隊だけである。プーッコはフィンランド陸軍の規則を破ることなく兵士の戦闘道具として公然と装着されている唯一の民間道具であり、大抵の長母兵たちは入営の際に私物のプーッコを持ってくる。これは フィンランドの長母兵の習慣となっており、可視官、士官候補生は一部の軍服同様、飾り付きで彫刻のある記念用プッコを授与される。これは記念探検と似ている。これは手頃な道具として持ち運ぶために合理化されており、また象徴的な蛍光武器の役目も持っている。冬戦争、継続戦争の当時、ソビエト連邦のプロパガンダポスターではプッコが、 フィンランド兵を象徴する持ち道具として描かれていたが、プユッコは実戦において良い近接武器であることが判明した。戦後になり、RK62 アサルトライフルの銃剣は、プユッコとしての機能を持つように作られた。準法律上の規制が、ことさらに厳しく実施されていない時代、プユッコはもっと大っぴらに持ち運ばれていた。建築労働者は稀にプユッコを、 作業服に吊るしたまま食堂に行く。北部では村の店に買い物に行くときにプーッコを含む洋服を着ていくことも珍しくない。プーッコはフィンランド語の言語同士であるプーコッターの元となっておりこれは突き刺すという意味を持っている。ありがとうございます。